中国当局は26日、白吉来元重慶市書記の妻、谷海来容疑者を殺人罪で起訴したと発表。専門家は、遅れて出されたこの結論は、過去半年間、白吉来をめぐる共産党上層部の熾烈な戦いを示唆し、案件の処理方法は、胡錦涛主席にとって、災いの種になりかねないと分析します。時事評論家、陳博宇さんは、当局が今の時期に谷海来への起訴を発表したのは、次の白吉来案件の処理のためだと分析。王立軍と白吉来案件に比べ、谷海来案件は割と処理しやすいからだと言います。陳さんは、縮小、切断、妥協の3点で分析します。所以缩小就是谷开来的罪行被缩小了。谷开来除了这一桩英国商人的谋杀案以外，他还有别的谋杀案，像大连美女主播这个谋杀案。另外，他除了刑事上的罪行就是谋杀以外，他还有经济上的罪行，比如大量转移不法所得到国外60亿美元。另外，他还有政治上的违规行为，但是对他的这个罪行现在没有提到政治上的违规，也没有提到经济犯罪，巨大的经济犯罪。この起訴によって。将来白吉来案件の処理においても罪が縮小される可能性があると指摘します。另外还有一个就是妥协，就是之所以拖了这么久没有一个结果，今天才出来一个初步的结果，就是中共高层有两派，一派是岛国派，像胡锦涛、温家宝、习近平等人；另一派是挺国派，就周永康、江泽民和新四人帮会这些。また白吉来反対派と支持派が目下共通の認識に達し、この結果を出したのは、党大会前の党内の団結を見せつけるためだと分析します。白吉来の政変問題には、党や軍内部の多くの人が絡んでいるため、共産党の崩壊を招く恐れがあるので、胡錦涛主席はやむを得ず妥協を選択したのかもしれないと分析します。因此胡温习倒伯的时候遇到的最大的阻力反而是来自于党内，遇到了强劲的反弹。我想这种反弹和这种阻力啊，超出了胡温习他们的预料之外。说在这个时候呢，本来胡温习他们应该跨出一步，跨到党外，寻求民间的支持，来把薄熙来的问题解决到底，而且进一步的解决周永康的问题。本来是这么一个格局，他应该这样走，那摆脱党内的羁绊。但是目前看来，胡温他们没有这个勇气或者胆量走出党内。他的。このように重大事件を縮小して処理する方法を続けると、共産党体制が存続する限り、一旦左派勢力が返り咲きした場合、胡錦涛主席と温家宝首相にとっては、大きな災いの種になりかねないと案じます。新唐人テレビがお伝えしました。你是来自哪里？为什么？因为我记得你们当地三十五公里的。有人说他是专制组织的，政府以危险组织打一家。